はい、深夜の相場解説になります。今時間がですね、1月15日の21時25分です。で、4時間足を見ているんですけども、 N が重なるかもしれないって言ってだいぶかかりましたよね。 N の1個目がもう皆さんお分かりのように、ここが1個目、で2個目がここにあって、そうですね、ここで大きな N が、なんか結構 N が大きくなりましたね。こういう風になるといいんですけどもね。もちろんここでなるかどうかわかりません。もうちょっと先に行くかもしれませんけども、さすがにね、ここを割って下に行ったらもう N はないです。逆に、ここら辺まで行くとね、ヘッド&ショルダーを疑わないといけないかもしれないですよ。いいですか？ N っていうのはヘッド&ショルダーに近くなることがあるんですよ。こう来て、二つ目の山がこうできたとしたら、こういう風なね、ヘッド&ショルダーが、まあ想定できるんですよね。もちろんそうならずに、こういうのもありますよ。でもね、どのパターンをこの先に見るかなんですよ。そんなにね、珍しいパターンってできないですから。で、私が今第一仮説で思ってるのは N のパターンですね。こちらの方で跳ね返るか、もしくはここですよね。ショルダーのところで跳ね返っていくかで、N を作っていくんじゃないかなと思います。もちろんね、この距離がでかければでかいほど、こっちの距離もでかいですからね。だから、たくさん取れるんですよ。それを、まあ、想定しながらやっていこうかなと思ってます。では、1時間見てみましょう。はい、1時間ね。ちょっと動きが緩やかに見えます。こういう風に来てね。こう来て。で、ゾーンがね、ここら辺に展開されてるわけなんですよ。だから、このゾーンを割って、下の方に行くと、今度はここですよね。ここで跳ね返るかどうかっていうことになってきます。こうですよ。で、こういうところをね、やっぱ逐一見とかないと、どこでエントリーポイントを組んだらいいのか、それともどこまでもね、この下がり目を追うようになっちゃうんですよ。下がり目ってのは何かっていうと、これですよ。これ下がって、すぐにこういうふうに N を作ってくれればいいんですけども、そうもいかないわけですよ。どこまで下がって、N の大きさを決めるかなんですよね。この辺までだったら、この N の大きさっていうのはここまでよりは大きいわけなんですよ。これが大きいってことですよ。この上の上に向かう波動がですよ。じゃあここまで行ったらどういうことになるかっていうと、今ですよ。今上昇に向かうようになったら N はかなりね、大きくなりますね。大きくなる。で、これがもうちょっと下に行くと、これをね、割っちゃって割るんで、今夜中にこれ割るんじゃないですかね、もしかしたら。これを割るとちょっとね、問題が変わってきますよ。ここをね、今割りそうですけども、このゾーンを割ってしまうと、これですよね。この大きく伸びた陽線を、陽線、ちょっとすいません、いろいろ消して。この伸びた陽線がね、どうなるかなんですよ。ここで今、抵抗を作ってくれてゾーンなんで、もうそろそろね、上昇に向かってほしいんですけども、明日の朝起きてどうなってるかですよね。で、もうちょっと見ると移動平均線です。移動平均線の形が、いいですか？超期待、中期とありますけども、これ2本下に下がってますよね。青いのが下に向かっている。赤いのが下に向かっている。で、黄色いのが、これ100日線です。100日線が、その2本の短期と中期に向かっていると。この先どうなるかっていうと、この2本の短期、中期がこのまま下がって、で、長期線が上の方に出ると、どういうことかっていうことですよね。まあそうなると、また別のことを考えないといけないかなってことですよね。移動平均線もだから見ていきましょうね。移動平均線。よろしいでしょうかね。だからね、明日の朝夜が明けてどうなってるかですよね。もう夜は寝ますんで、私。ずーっと見てられないですからね。その24時間トレーダーではないですから。私のスタイルっていうのは深夜は寝るっていうね、やつですよ。もう夜8時か9時ぐらいには、相場の方をもう諦めてっていうかね、もう仮説だけ取って、場合によっては、ポジション取って、ロスカット引いて、テイクプロフィットラインを引いて、三位一体を完了させた後に、まあ、家宝は寝てます。明日の朝どういう風になってるかな、強制ロスカット食らってるかな、それとも、ちゃんと利益出してくれてるかな、小康状態かな、って形ですよね。そういう風に見ていこうと思います。で、繰り返しますけども、ここ、下がり目のことを言いますね。こういう風に下がってきてるわけですよ。まあ、フラッグとは言えないんですけども、下がってきてますよね。だからこれがどこまでね、下がっていくかなんですよね。
見るべき点っていうのはこれです。ロウソク足がこれちょっとちっちゃいんですけども、ここがまあまあ大きくなってきて、でまたちっちゃくなってるんですよ。ロウソク足がちっちゃくなった後にまた大きいのがズバーンとロウソク足出ますからね。大きいって言ってもこのぐらいが大きいって言ったわけじゃないですからね、まあ、少なくともこのぐらいの大きさのロウソク足が上の方にね赤くビヨーンと出てくればいいなと思ってるんですよ。こんな感じでね、こういう風な感じで出てくれることを思い描きながら私はずっとやってますからね。そうするとこうなるでしょ。こっちから入っていてこっちに抜けるみたいな例の形ができるでしょ。だからこういう風にいつもパターンなんですよ、チャートって。だから今まで出てきたどのパターンがこういう風にね、何も書いてない白いカンバスにチャートラインとして浮かぶかなんですよね、うん、こういう風に入ってきてこういう風にねギザギザしてるギザギザしてるなーっていうのを見た時にどういう風に思うかなんですよ。私はこういう風になってこういう風に抜けるっていうのをまさにねここで見てるわけなんですよ。もう何回も出てきたパターンですよね、これがね。っていうのを考えながらやると楽しいかなっていう深夜21時30分でした。それでは明日の朝またお会いしましょう。お疲れ様でした。